模倣宝石とは、天然の宝石や奇跡を真似て製造された素材のことである。合成宝石、人造宝石、模造宝石に大別される。天然の宝石や奇跡に比べて価格が安い。シンセティック、ラボクリエイテッドとも表記され、科学的に合成された宝石である。天然宝石と同じ物質であるため、物理的特質は同じである。 宝飾品として以外に工業目的で利用されている。宝飾品としては諸外国でそれなりの評価がされる。合成ダイヤモンドを例に挙げると、アメリカ合衆国では1000件以上の宝石店が取り扱っており、デビアスが専門ブランドライトボックスを2018年に立ち上げた。日本でも合成であることを明示して、独自ブランドを含めて取り扱う宝石業者や、 愛用する消費者が登場している。京セラはクレソンベールを展開している。類似し、または単にイミテーションと呼ばれることも多い。ちなみに、宝石の種類や性質を問わず、イミテーションに最もよく用いられる素材はガラスである。ガラス、磁器、アクリル、木、貝、骨などを加工してできた装飾用の素材。間別が不要なほど明らかな偽物もこれに含まれる。 模造宝石が大きく発展したのは19世紀、初頭の産業革命の勃興により、資本家階級が出現してからである。本物の宝石を用いたジュエリーは、それまで王孔、貴族など支配者層の所有物であったが、経済的、時間的に余裕を持て余した。新興富裕層が、こうした上流階級の暮らしぶりに目を向け、それを模倣するのにさほど時間はかからなかった。 しかし当時の宝石産出量は現在よりずっと少なく、本物の宝石でこうした人々の需要が満たされることはなかった。結果、比較的入手しやすい代替素材でそれらが模造され、こうした模造宝石が広く認識されるに至る。模造宝石というと、本物の宝石に比較して劣ったといった印象を受けるが、現在ではアンティークとしてしか目にできず、ゆえに、 本物顔負けの高値で取引されているものも多くある。なぜなら、こうした模造宝石に使用された素材は、本物の宝石に比べはるかに耐久性に乏しく、素材の劣化、老朽化により急速に滅出して作品そのものが微塵と消えたり、また、素材の加工技術も前世時は、聖地を極めたものの、その後のずっと質の良い素材の登場などにより、廃れてしまい、 現在では再現不可能な作品も数多くあったりするからである。しかしその一方で高価な天然石を安価な素材で代替した専門家の監視機関をも欺く模造宝石があることもまた事実である。ありがとうございます。